切り札は自分だけ。大きな声で、こんちゃー、ゆっくりマリサだぜ。どうも、ゆっくり霊夢です。さらに今回は、仮面ライダー外務の呉島光真を通じて悪いことをすると、どうなるか見ていくよ。了解だぜ。それじゃあ、ミッチの解説始めるよ。はい、ブドウアームズ。ミッチの設定やストーリーについて触れながら、雑談解説していくよ。ラジャー。仮面ライダー有限及び仮面ライダー残月神、仮面ライダー有限読みの変身者である。年齢16歳。チーム外務に所属しており、チーム内ではミッチと呼ばれている。舞さんの時も思ったが、みんな若いんだぜ。実は大企業ユグドラシルコーポレーションの重役の息子で、呉島タカトラは実刑に当たる。普段は豪邸に住むが、下校するとチームの衣装に着替え、話し方も砕けたものになる。大企業の息子で、ミッチ自身も成績が良く、イケメンとか超勝ち組なんだぜ。そうだね、すでに敷かれたレールに乗ってれば、そこまで苦労がない幸せな生活を送れたかもしれないね。でも、ミッチにとって、それはとても窮屈だったんだぜ。もともとは温厚で優しい性格であったが、したたかな面も持ち合わせており、冷静かつ慎重に作戦を立てる。チームメイトには自身の素性を伏せており、家族にもダンスに夢中になっていることは内緒にしている。物語開始時点で、二面性のあるキャラって珍しいんだぜ。そうだね、性格からよく草加と一緒にされがちだけど、草加は13話から登場してるから開始時点で言えば、他にいないかもね。コウタを尊敬しており、前には密かに思いを寄せているような描写が見受けられる。しかし、その内心の根底では、自分以外の誰にも信頼を寄せようとしない説がある。信用してないせいか、序盤は主任への態度が結構ひどいんだぜ。ああ、スイカロックシートを取られたりしてたね。それなのに、全然主任はミッチを疑わずにいるくらい鈍感なんだぜ。家族を疑いたくないのもあるだろうけど、主任は人を見る目がない上に、綺麗に地雷を踏むからな。でも、そういうとこはちょっと可愛いんだぜ。大切な人が傷つくより、自分が傷ついた方がいいと言いながらも、自分にとって都合の悪いことやどうしようもないことからは逃避する悪癖があり、計画を立てる時にも自らのリスクを避けようとする傾向がある上に計画の失敗は全て外的要因か他者の責任にする。これを聞くと絶対に上司にしたくないんだぜ。でも、実際にそういう上司っているんだよね。しかも、そういう人って全然自分は反省しないから、余計に立ちが悪いんだぜ。そうだね、実際にミッチも失敗を反省しないから、苛立って他の人物主にコウタにぶつかったり、かえって取り返しのつかないことを引き起こしたりするんだよね。取り返しのつかないことイコール怪人の王に愛しの人を預ける。少し冷静になれば、めちゃめちゃヤバいことしてるってわかるよね。また自らの無力さを嫌というほど自覚してきた経緯から、自分以外の他者の価値観を認めず、権力欲や支配欲が強いといった自己中心的内面も持っており、話が進むにつれそうした面が徐々に強まることになっていく。その説明を端的に表したおもちゃがあるんだぜ。これが発売された当時、ニコニコで権力ロックシードって呼ばれてて面白かったよ。見たことない方は、権力ロックシードで調べてみてね。第35話でのコウタとの会話からミッチもまた自らが押し付けがましく感じていた兄と結局のところ何ら変わらない現実主義者であったことを如実に示している。しかも、彼自身がそのことを全く自覚していない。病原菌はどちらかといえば、ミッチの方なんだぜ。ミッチのセリフはブーメランになってるものが多いね。そして、全く気づかなかった主人公とお兄ちゃん。どちらかでも気づいてあげられれば、ミッチはこんなに辛い立場で苦しい思いをしなくてもよかったんだぜ。もしくは指導を見殺しにした時点で、レデュエから逃げてくるべきだったね。ユグドラシル側にいた頃は、協力者が人間だったけど、レデュエに着いたら体は人間でも心は怪物になってるのを認めるようなもんだよ。実際、ユグドラシル側にいた港さんやユグドラシルと協力関係にあったカイトもなんだかんだ味方勢になってるんだぜ。そうだね、レデュエに協力しない、もしくはその前にシドに協力しなければ味方側でいられたかもね。と思ったけど、次の説明を読む限り無理かも。自らの本性に気づいている者たちからは、たびたび自らの置かれている状況や身の程を忠告に近い形で指摘されたが、それに対しミッチは感情任せに逆上するだけであり、頑なに認めようとしなかった。やっぱり頭は良くてもまだまだ子供っていうのが、伝わってくるんだぜ。立場や性格、周囲の人間など、すべてがミッチに対してバッドマッチすぎるんだよね。こんなの闇落ちしない方が難しいかもしれないね。闇落ち確定なんだぜ。でも、闇落ちしてからの方がミッチはイケメンなんだぜ。それはわかる。
髪型とかも主人に近くなってくるからね。外跳ね具合が闇落ち度を表してるんだぜ。自身を止めようとした高虎を倒し最後の一線をも越えてしまってからは、たびたび幻影の高虎を見るようになり、完全に気が触れてしまった。一方、この幻影は彼自身の罪悪感や良心が生んだものであり、ミッチ自身も心の奥底では自分は間違っていると自覚していた証拠でもある。このシーンは日朝で流していいのか？これもう、流血表現とかよりも狂気的な場面なんだぜ。確かにこれはだいぶ攻めてるよね。きっとちびっ子はこれを見ることで、悪いことするのはやめようってなるよ。いや、ここまで話が複雑で重いと戦隊見て、二度寝しそうなんだぜ。まあ、数年後に見返してもらうということで。以降は他者を平然とクズ呼ばわりし、思いを寄せる前の言葉すら全く聞き入れずかつての仲間をインベスに襲わせるなど、ある意味でコウタやカイト以上に危険な力を身につけるまでに至ってしまうのだった。ミッチのクズ発言は外務を見たことない人でも、知ってるくらい有名なんだぜ。そうだね、当時はプイッテアも浸透していたから、リプで使われたり、コラ画像に利用されたりして知名度を上げたね。ぶっちゃけ、ミッチがおかしくなるごとに、作品として面白くなり、話題になって人気につながったとも考えられるんだぜ。そういった面もあるかもしれないね。第40話ではオーバーロードことフェムシンムは全滅の一途をたどり、散々裏切り行為を重ねて最後に当てにしていたオーバーロードをも失ったミッチは、かつて関わりのあった者たちほとんどから見放される状態に陥ってしまった。自身が前のかつての笑顔も忘れるほど目的を見失っていたことをやっと自覚し始めるも、結局は今までの生き方を変えられず、龍馬の口車に乗る形で、ヨモツヘブリロックシードを手にしてコウタと対峙してしまう。なんでよりにもよって、龍馬を頼っちまうんだぜ。それだけもう周りが見えていないし、自分の居場所が完全にないと思ったんだろうね。だからって、オーバーロードの脅威がなくなったのに、コウタと戦うのは悲しいんだぜ。しかも、ミッチは明らかに自分の命もろともコウタを倒そうとしてるんだぜ。悲しいよね、でも、コウタの許しのおかげでミッチは助かるよ。倒してから、やっと、コウタをさん付けで呼ぶのも、なんか、悲しいんだぜ。龍馬のいる病院に戻るが、心臓と完全に融合していた禁断の果実を摘出されてしまったことで、前は死亡してしまっていた。カイトがオーバーロードとかし、世界の破滅へ向け動いていた間も廃病院の中で泣きながら、兄の幻影との問答を続ける。しかしその幻影にいつまで私にしがみついているつもりだと突き放されると、何かを悟ったかのように泣くことを止めた。結局、好きだった舞さんをロシオに渡し、龍馬に預けたのはミッチ自身だから、後悔もやばいんだぜ。もはや、舞さんを殺したのはミッチと言ってもいいくらいだからね。しかも、追い打ちをかけるように主任の幻影も見えなくなるし、もう耐えられないんだぜ。一応、幻影が見えなくなったのは、本来のミッチに戻ってきたからって解釈もあるよ。最終決戦後から7ヶ月、仮面ライダージャムの脅威を前にすると、もういないコウタに代わって自分が街を守ることを決意、単身有限に変身し戦いを挑むが、人質に取られた少女の体を前に止めをさせずピンチに陥った。胸の内でコウタに詫びる中、コウタが火星に現れ少女を解放したことでピンチを脱し、最後にはコウタとの共闘でジャムに勝利。コウタに別れを告げ、兄やザックたちに再び仲間として受け入れられた。最後に彼が見せた表情は、戦いが始まる前と同じ素直な笑顔だった。一応、本編でのミッチのストーリーは以上だよ。ミッチ、最後には救われてよかったんだぜ。そうだね、当初は殺す予定だったらしいけどまだ子供だった人気もあったから、改心したみたいだね。間違いを認めて、改心することの大切さを伝えたかったんじゃないかな？私も真面目に生きるんだぜ。それが一番だよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。